優秀賞を受賞した10の取り組みについて発表していただきます。まず1つ目は研修成果活用部門より福井県立ニュー高等学校研修成果の還元の工夫です。山口明彦さんよろしくお願いいたします。福井県の山口と申します。よろしくお願いいたします。私がこれを取り組みを始めたきっかけというのはですね、中央研修校長研修の1日目でございまして、他の県の校長先生方に聞きますと、他の県は校長副校長教頭主幹教員みたいな、こういうふうにいらっしゃるんですが、福井県の、県立高校っていうのは副校長主幹教員おりません。っていうことで、そして、その当時私は中央研修行ってますし、教頭は私の代わりに修学旅行行ってますしって言いましたら、他の県の校長先生からなんでそれで学校が舞うんだみたいなことで驚かれたんですが、まあ、改めてうちの学校のミドルリーダーの先生方のマネジメント力っていうのに本当に感謝するとともに、この先生方に何とかして研修成果を伝えないといけないなっていうふうに思ったわけです。それともう一つは、研修を受け始めますとですね、これ若手の先生にも伝えられるような、伝えなくちゃいけないようなってことがいっぱいあるってことが分かってきました。でもちろん他の校長先生もそうなんですけども、なんとか他の学校の若手の先生方にもお伝えできないかというふうに考えたわけです。で一般的に、先輩方に聞きますとですね、どうやって研修生活やってたんですかって言ったら、校長会で、まあ、15分ほど時間もらって、紙配って、まあ、いわゆる袋小路型のイニシエーションをやればいいんだよと、ご苦労さんっていうふうに終わればいいんだよっていうふうに言われてたんですが、もうなんとかして、先ほどもあったように、まあ、最低はうちの職場に何とか伝えられないかっていうふうに思ったわけです。でもう一つはやっぱり校長先生方にももちろん伝えたい。で校長先生方の口でですね、その学校の先生方に何とか伝えてもらえないのか、こういうことがどうやったらできるだろうっていうふうに考えたわけです。で2つの目標を立てました。1つは、まあ、より効果的な、まあ、成果還元で、それが校内研修でも使えるようになったらいいなというふうに考えたわけです。で私の答えが、パワポにして動画にしたらいいんじゃないか、動画にしたらいつでも何度でも職場でも自宅でもパソコンでも携帯でもどんな端末でも見られるじゃないか、でパワポにしたらその学校の校内研修に作り替えていただいて各学校をバージョンにしていただけるんじゃないかというふうに考えたわけです。でまず研修を受けていく中で、重要性、緊急性、効果性みたいなもので、まあ、10のコンテンツにとりあえず絞りまして、それでまずスライドを作るので、そしてナレーション入れて動画ファイル出力で10分ぐらいの作品をですね、まあ作って、それを YouTube にアップロードして URL をコード化して、そしてご要望があったらパワポのスライドを送りますよっていうようなことをまあやったわけです。どんなのかっていうと、まあこんな感じで、顔は出さずにとにかくコンテンツをこのように私の考えではなくて研修を受けたものをお知らせするっていうようなことをやってみたわけです。でどれぐらいかかったのかっていうふうに質問があったんですが、スライドを作るのに大体3時間ぐらい、ナレーション1時間の動画で1時間で、まあ、大体一教材あたり5時間から6時間ぐらいかかりました。でそれを勤務校ではイントラネットで流しますし、校長会でも説明して、そして、全国から一緒に集まったユニットの先生方にもメールでこんなことしましたよというふうに流しました。で普通は校長会ではこのような紙ベースで報告をするんですが、それを、QR コードが入ったような資料を作りまして、で、まあ、配布をいたしました。まあ、実際にはこのような紙切れ1枚、裏表1枚だけの成果報告だったんですが、まあ、結構好評だったっていうふうなこともありまして、特にいろんな先生に、まあ、何面白かったですかねっていうふうに聞きましたら、やっぱりビジョン構築を今やってるんだってのことで、ビジョン構築カリキュラムマネジメントがやっぱり校長先生方は響きました。でうちの職員に聞いたら、特に若手の先生がアクティブラーニングの深い学びとかメンタルヘルスってとっても勉強になりましたよ校長みたいなことを言っていました。でいくつかの県内、全国の校長先生からリクエストがあってパワーポの資料を送らせていただきました。でやってみて分かったことなんですが、中央研修ではこのようなサイクルで一生懸命学ばせていただいていますけども、改めてこうやって教材化して、まあ、外化して再構成して自分の言葉で語ることによって、自分の中にやっぱり納得と確信があったなっていうふうに、あ、やってよかったなっていうふうに思っております。
最後一つ報告して終わらせていただきます。これを福井県では先生方にインターネットを通じまして通信型研修ということでネット教材配信を研修の一環としてやっております。でそこにこんなのどうですかねっていうふうに今投げかけましたところ、来年4月から、これを公開していただく、アップしていただくことになりましたっていう報告差し上げて終わりだしていただきたいと思います。というのもありがとうございました。貴重な時間いただきました。続きまして同じく研修成果活用部門より鹿児島県南九州市立松ヶ浦小学校折れないしなやかな心の育て方、内野裕太さん、よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。私は鹿児島県南九州市立松ヶ浦小学校の内野裕太です。どうぞよろしくお願いします。今回の実践はズバリ折れないしなやかな心の育て方です。近年子どもたちを取り巻く社会環境は急激に変化し、ストレス社会と言われるほど多くの方が心に不安や悩みなどを抱えて生活しています。そこで小学校段階からもレジリエンスを高めていく必要があるのではないかと考えました。さて皆様はレジリエンスという言葉をご存知でしょうか。レジリエンスとはどんな困難な状況においてもしなやかに適応する力、いわば生きる力だと私は考えています。今回はそのレジリエンスを計画的有機的に高めていくためにより良い自分へステップアップという題材で学級活動の2を中心に位置づけ、事前と事後に人間関係形成能力などを高めるためのスキルタイムを朝の20分間ずつ位置づけました。まず事前の活動、スキルタイム、リフレーミングについてご説明いたします。リフレーミングとは短所を長所に言い換える活動です。まずエカードを使って短所から長所に言い換える練習を全体で行いました。その際子どもたちはおしゃべりは短所だと考えました。しかしおしゃべりということは見方を変えれば友達が多いという長所だと言い換えることができます。次に教師がグループでのリフレーミングの流れの説明をします。そしてグループごとに自分の短所を発表し、他の子どもや教師が長所にリフレーミングしていきました。最後には全体で感想を発表しました。この活動を取り入れたことで自己の良さを見つめることができただけではなく、他者からリフレーミングしてもらうことでより良い人間関係を築くことができました。次に本次の活動についてご説明いたします。この活動は自分なりのストレス対処法を見つけることを狙いとしました。つかむ過程では教師が提示した場面に対してどんな気持ちや行動を取るのかということを全体で話し合いました。探る過程では養護教諭からイライラを鎮める6つの方法について説明してもらいました。見つける過程では別の場面を教師が提示し、自分に合ったストレス対処法を考えさせました。決める過程ではイライラコントロールカードに今後の自分なりの目標を意思決定させ1週間実践させました。しかしストレスとは他者との関係の中で生じるものが多いことから、自分も相手も大切にしながら自分の思いを相手に伝える表現方法を身につけることが大切だと考え、事後の活動としてスキルタイム、アサーションを実施しました。活動の成果としては子どもアンケートの結果から、自分が決めたことを信じて行動していますかという質問に対して当てはまる、大体当てはまると答えた子どもが1学期は学級の 64% だったにもかかわらず、この活動の後では93% まで高まっていました。つまり折れないしなやかな心の素地が育ってきているのではないかと考えています。今回の実践では2つのスキルタイムと学級活動2を計画的有機的に位置づけ取り組むことで、子どもたちのレジリエンスを高め生きる力の基盤を築き上げることができたのではないかと考えています。今後もレジリエンスを高め続けられるように研究を深め、子どもたちの明るい未来のために指導し続けていきたいと考えています。ご清聴ありがとうございました。続きまして多言語改善部門より学校法人石川キンダー学園城山みどり幼稚園プロジェクト制度で実現したワークシェアリングです。大久保真彩さん、よろしくお願いいたします。
はい、それではプロジェクト制度で実現したワークシェアリングについて白浜緑幼稚園大久保真彩からお話しさせていただきます。よろしくお願いいたします。私たちの職場の課題は3つありました。定時に退勤できない、だらだらと仕事をしてしまう気風がある、仕事量に教職員間で偏りがある、このような課題がありました。これらの課題を、達成するために目標を設定しました。急ぐ、早く帰る、協力するといった曖昧な目標ではなく、具体的な目標を設定しました。それがこちらです。全員5時15分までに退勤をする。果たして本当にできるのでしょうか。そのために行った活動内容がこちらです。1、放課後業務の仕事内容を整理しプロジェクト化しました。2、スケジュールの担当者を決め、週に一度1時間プロジェクトの時間を作るようにしました。各活動内容を詳しくお話しします。まずプロジェクト化が何なのかと言いますと、皆様も放課後の業務、学年の仕事以外にもたくさんあると思われます。でもこういった放課後の業務、実は4つに分類できることが分かったんです。それがこちらです。例えば一番右の採用活動を行うプロジェクトだったり、一番左の、園児募集を行う未就園児に対するプロジェクトだったりがあります。私たち職員はこの中のいずれかのプロジェクトに必ず属しています。でここでポイントとなるのが、例えば2歳児の先生、ご覧いただくと分かるようにそれぞれバラバラのプロジェクトに所属をしております。このように同じ学年の先生が違うプロジェクトに所属をすることによって、学年間の仕事量の偏りを防ぐ工夫にもなっています。そしてスケジュールの担当者なんですけれども、私たちの放課後の1週間のスケジュール、このようになってます。今ちょうどこれは1年目の職員が考えております。で週に一度のプロジェクトの時間が毎週木曜日にとってあります。拡大してみるとこのようになってます。ちょっと話ずれるんですが、朝の7時半、私たち朝活と呼んでいるんですが、この日は体育館掃除が入っております。そして16時のところをご覧ください。こちらがプロジェクトの時間になってます。週に一度プロジェクトの時間を取ることによって気づいたことがございました。実はプロジェクトごとに忙しい時期が異なるんですね。例えば私が所属しているのが未就園児プロジェクト MP と呼んでいるんですけれども、9月が一番忙しい時期になっています。ですのでこの日だけは16時全員のプロジェクトを行う時間ではなく、全員が忙しいプロジェクトをみんなで助ける時間に当てています。このような工夫や活動を行った結果、見事5時15分退勤ができるようになりました。しかしですね、それ以上に副産物が素晴らしかったんです。例えば多学年教諭とのコミュニケーションが増えたり、採用活動に現場の職員が関わることで就職後のミスマッチ、半年で辞めたり1年で辞めたりということがなくなったり、若手教職員のリーダーシップ、これは私が特に感じていることなんですけれども、学年外にプロジェクトという小さな枠組みの中で自信が持てる分野が広がったことでリーダーシップにつながったり、去年は板橋区のグッドバランス会社賞も受賞することができました。最後にアピールポイントをお話しいたします。放課後のスケジュール、事前に LINE を使用して共有をしております。そして決め事をする会議はなるべく朝に設定するようにしてます。時間の管理はキッチンタイマーを使用しております。いろいろな工夫もあるんですけれども、でもやっぱり一番は具体的、定量化された目標を決めたことだと思います。目標が具体的だからこそ、そのアイデアがたくさん職員から生まれるようになります。アイデアを言うことによって参加意識が芽生えます。教職現場の多忙さを改善するノウハウは他にもたくさんあるとは思うんですけれども、やっぱり一番は全員が他人事ではなく自分事として、その職場の課題に向き合うこと、教職員間でコミュニケーションを取ることがノウハウ、多忙を改善する一番の近道なんではないかなと私は感じております。以上で白浜緑幼稚園の発表を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。
して同じく多忙化改善部門より静岡県立中央特別支援学校多忙感から充実感のある職場へです。秋元浩二さん、よろしくお願いいたします。本発表は平成28年度に静岡県教育委員会から委託されたチーム学校多忙化解消推進事業の実践をまとめたものです。本校は中学校や高等学校のように部活動、生徒指導等に使う時間は少ないのですが、長時間勤務が慢性化していて、時には24時を回ることもありました。実態を調べる中で、職員は勤務時間の長さよりも子どもたちと向き合う時間が足りないということにストレス、つまり多忙感を感じていることが分かり、その時間を確保することが多忙感を充実感に変え、自ら業務を改善しようとすることにつながると考えました。計画作成にあたっては、トヨタが伝っているこのような問題解決のフォーマットを作成、利用しました。以下、この流れを説明します。背景は、課題で挙げた通りです。現状では、現場データ情報をこの特性要因図で整理し、児童生徒に向き合う時間という問題を洗い出し、具体的な数値目標を設定しました。そして、分析では、このロジックツリーを使って、なぜを繰り返し、赤で囲った5つの死因を推定しました。そして、死因を解決する基本方針と、誰がいつまでに何をするかを大まかに決め、結果の検証をする具体的な基準を決めました。この基本計画を全職員に提示した上で、各文書は具体的な活動を行いました。以下、活動を3つの切り口でご紹介します。なお、括弧内は担当文書です。1つ目は時間の確保です。時間が足りない状況で職員の協力を得ることは難しいと考え、忙しい時期に全校短縮日課を設定したり、会議がある定時退勤日の退勤時間を1時間繰り下げたりしました。また、会議の運営を見直して終了時間の徹底を図り、必要ない会議は中止しました。さらに、個々の研修の必要性を全職員に問い、その結果をもとに担当者が必要性を検討して、精神や対処方法の検討を行い、継続の場合は理由を明確にしました。二つ目は様式の整理です。書式の重複と作成基準の曖昧さの指摘が多かった個別の指導計画から着手しました。学習集団で具体的な課題を協議した内容をもとに、自立活動課が死因を分析して改善した新書式で次年度への引き継ぎ資料を作成し、その作成時に上がった疑問への回答や、学部長を含む管理職が書式を点検する際の視点を全校に示し、29年度当初に計画を見直すときの手戻りを少なくするように配慮しました。3つ目は業務の見える化による意義、方法の問い直しです。学校全体としても全文章で業務をすべて書き出して見える化し、必要性を問い直し、精選を行いました。しかし、29年度当初の調査で多忙感の減少が少なく、その自由記述から職員自身が業務を具体的に把握していないことが分かったため、19時以降残留する教員に業務内容、終了予定、実退勤時刻を記入してもらい、職員は自身の勤務状況を、管理職は職員の実態を把握できるようにしました。さらに、意識調査の結果や残留の状況を統計的手法で分析して公開し、勤務状況や意識の変化を職員自身が自覚する資料としました。これらの活動を行ったことで、縦断的調査で統計的に有意な変化が見られました。まず、29年度の最終正常時間が過去2年より早くなりました。勤務に占める会議時間は減り、児童生徒に向き合う時間である教材研究、授業準備時間が増えている傾向にありました。ストレスは全体的に減る傾向にあり、特に会議と直接児童生徒と関係がない仕事という項目のストレスが減少しました。これは時間の使い方が変化したことでストレスが低減したことだと考えられます。さらに学校評価でも指導が変わる時間を確保することができた、あるいは時間の使い方が変わった等の記述が見られ、職員の意識の変化が感じられました。本実践と従来の取り組みとの大きな違いは、勤務時間の削減ではなく仕事の意義を重視したことです。それは実態調査で勤務時間とストレスに相関がなかったという事実と、それから職員への聞き取りから意義が見えない仕事の多さこそが真の多忙であり、早く帰ろうという流しは逆に多忙感を助長すると考えたからです。そこで
統計的に信頼性の高いデータで現状を見える化し、職員が仕事意義を問い直して選べる枠組み作りを学校全体で行ったことが本日の一番の特徴です。この考え方は働き方改革の新たな視点として有効ではないかと考えます。ご清聴ありがとうございました。続きまして同じく多忙化改善部門より群馬県新東村立新東中学校多忙化改善作業時間4時間短縮です。野口健太郎さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。私は新東中学校の2年生36名4クラスでの144名での実践になります。これは授業の最後にまとめのプリントをしている様子なんですけども、私はこの子どもたちに授業の最後にこう投げかけます。わからないことがあったら先生に何でも質問してね。子どもたちは黙々と作業しています。子どもたちからは全然大丈夫です、先生今回はバッチリですという答えが返ってき、1時間でも子どもたちは黙々と枠に取り組んでいます。その中で今回は期待としてできるなと思って楽しみにしている定期テストですが、全くできません。なんでできないんだろう、私は考えました。その自分の授業スタイルを振り返ったときに、子どもたちは生徒にとって授業が分かっていないのに私がどんどん進めてしまっているということに気がつきました。そこで生徒のつまずきを早く発見するためにミニテストを単元ごとに実施し、なるべく生徒のつまずきを早く解決しようと考えました。ところが144名の採点や分析には膨大な時間がかかってしまい、授業を頑張れば頑張ろうと思うほどより時間がかかってしまうという課題がありました。そこでこの時間が増えてしまうという課題に対し、これを解決するためにマークシートを用いたミニテストを作成しました。マークシート形式のミニテストを導入することで採点と分析にかかる時間を短縮し、その分教材研究の時間に充てようと考えました。活動の様子です。ミニテストを授業の導入5分で一番最初に実践をすることにしました。プロジェクターを使って生徒の回答を集めた後にそのミニテストの確認をします。大切なポイントは全体で確認をしながら生徒の答え合わせをします。教員は職員室に戻り生徒の回答を採点します。コンピューターでまずスカナーで読み込み、その後採点ソフトで子どもの成績を採点します。その採点した結果は Excel のデータで集計ソフトを作り、個人到達度診断表や問題の正解数表を作ります。こちらは到達度診断表ですが、この到達度診断表をすぐに作ることができます。またこれで誰がつまずいているかをすぐに聞かすことができます。また問題の正解数表では、クラスの誰がどの問題をよく間違えているかを瞬時に分かることができます。活動の成果ですが、何よりこのマークシートのミニテストを導入することで採点と分析にかかる時間が4時間短縮することができました。また生徒のつまずきを早期に発見できたことにより、教員から私の方からわからないことによってですね、ここはこうやるんだよっていうアドバイスが子どもたちにできるようになりました。またクラス全員が低いときには、自分がこんなに授業ができてないんだということで、どこができなかったんだろうということで、今まではやり過ごしていた授業を深く反省し、次につなげることができました。また正解数表では生徒のよくできていないところがわかるために、そのできていないところを授業の中で触れてあげることで子どもたちのさらに発展につなげることができました。またマークシートを使ったプレテストも実施しました。これは生徒に自分ができないところを考えさせる取り組みです。マークシートではこのように採点ソフトを使うと結果が出てきますので、この採点結果と子どもにこのレベルアップカードというものを配布します。このレベルアップカードでは、どの問題が合っていて、どの問題が間違えているかを丸バツで生徒に伝えることができるために、生徒自身がまだ自分が身についていないところを振り返ることができます。また2回行うことで自分の勉強がより身についているかも確認することができます。このプレテストを用いたことで、定期テストに向けた取り組みの前に実施することで、自分のできていないところを自分で知り、それを改善につなげることができました。どこを勉強する中にかわからなかった生徒は、この実験をもっと復習しよう、具体的に自分の課題を発見し行動できるようになりました。これは中間テストと期末テストの今回の成績ですけれども、特に海軍の生徒に大きく成長が見られ、
できないという苦手意識を持つ生徒が大幅に減少することが確認できました。またアピールポイントですけども、この採点ソフトはマー君というソフトを使っています。これはたった9500円、高いですけども9500円で誰でも導入することができます。これはすごくどの学校でも導入しやすい一番のアピールポイントだと思います。またもう一つのアピールポイントとしましては、悩んでいる生徒をやはり教師として早く発見をして何とかできるようにしてあげたいという願いを持っています。しかし日々忙しい中でこの生徒を発見することはとても大変だと思います。この生徒を発見することでまた自分も勉強になり、一石二鳥の取り組みではないかと考えました。以上で発表を終わりにします。ご清聴ありがとうございました。続きまして、校内研修部門より京都市立陽徳小学校緊急事態応安全実地研修です。別井真一さん、お願いします。京都市立陽徳小学校、別井です。よろしくお願いします。私は気づき、考え、判断し、行動できる子の育成を目指した安全教育について、お話しさせていただきます。学校は保護者が大切に育ててきた子どもの未来を預かっています。朝学校に送り出した後、子どもが元気に帰ってくることが当然だと思っています。私も今日家に帰りますが、高2途中の息子がいますので今日の話を聞こうかなと思っています。勉強や運動、さまざまな学習、友達との人間関係など多くのことを学んできてほしいと思っています。学校は子どもが育つ安心安全な場所である。しかし登下校中の事故であったり、突然の自然災害であったり、校内での不良の事故、学校への不審者など危険な出来事が現実として起こっています。事故を未然に防止する取り組みを充実し、緊急時に適切に対応できる能力の育成を図ることを課題としています。本校は平成24年、学校として起こしてならない重大な事故を起こしました。二度と起こさないという決意のもと、学校としての課題、子どもの命を守りきるということを掲げました。目指す姿としましては、ビジョンを掲げまして、安心安全で明るく楽しい学校づくりというものを一番に掲げました。気づき、考え、判断し、行動できる子の育成ということで研究を進めてきました。子どもの命を守りきるということを確実に実現するために、日々の安全・危機管理に向けた環境整備や安全教育の推進、教職員の意識の向上を図り、年間を通して行う研修・訓練を徹底しています。活動内容としましては、陽徳スタンダードとして、安全教育カリキュラムと緊急時対応マニュアルを作成しました。陽徳スタンダードというものは上にも書いてあるんですけれども、本校独自に作成しているもので、教職員が入れ替わっても活用できる内容を目指しています。このようなものなんですけれども、短冊がありまして、この後出てくる訓練とかでも使うのですけれども、短冊には本部、記録、児童対応、救急車対応、保護者対応などがありまして、それぞれの役割を書いています。この5年間で短冊を作ることなども手掛けてきました。緊急時対応マニュアルを使いながら、緊急事故対応実地訓練を実施しました。水泳事故対応、転落事故対応、不審者対応、食物アレルギー対応の実地訓練を行い、想定外を想定内にということを合言葉に、これまで自分たちになかったスキルを身につけられるようにしてきました。訓練の後は不十分な点や改善すべき点、気づいたことなどを出し合い、次の訓練や実際の事故発生場面で活かせるようにしてきました。本校だけでなく、さまざまな方から意見をいただきまして、反映させてきました。さまざまな場面で使われている PDCA サイクルなんですけれども、セーフティープロモーションスクールというものに加盟していまして、PDCAS シェア、共有する部分も大切にして取り組んでいます。活動の成果としましては、日々の危機管理意識が高まったこと、迅速かつ適切な対処ができるようになってきたこと、安心安全な環境が少しずつ構築されてきたこと、安全に対する気づきの目が養われてきたこと、そして次の課題を見つけたり教職員の意識が高まったりしたことなどが挙げられます。2つ目に書いてあります迅速かつ適切な対処なんですけれども、今年度4月、私が2年生のクラスにお手伝い入らせてもらいまして、遊具3メートルの高さから児童が落ちました。2年生児童が背中から落ち、後頭部打ちまして意識がない状態、もう一人の担任の方が職員室に走り、トランシーバーを持ってきて AED も持ってきて、残りの子どもたちを下駄箱に移動し、トランシーバーで現場の様子を報告したところ、救急車、保護者連絡、委員会連絡など行われ、すぐに救急車来ました。
教室の方では救急車が来たことを子どもたちに見せないようにカーテンがさっと閉められてっていうことがあったんですけれども、本来訓練が生かされない方がいいと思うんですけれども、訓練してきたことが生かされるというか、本当に迅速に対応できて、その子はなんとか無事に、学校の方に戻ってきました。アピールポイントとしましては、想定外なことを想定内にできるようにから、新しいことにもどんどん取り組み、教職員がさまざまな状況に柔軟に対応できる判断力やスキルを身につけていること、これうち特にそうなんですけど、全教職員同じ方向を向いて一丸となって、安全文化を構築しています。京都市内や他府県とのネットワークも広げ、さらに充実を図っています。セーフティータウン高野ということで、中学校ブロックで、安全についても考えていっているところです。これからも安心安全で明るく楽しい学校づくりを目指して、取り組み続けていきます。ご清聴ありがとうございました。続きまして、同じく校内研修部門より横浜市立緑園東小学校シャドーイングの要素を入れた共同での指導案作成をきっかけとした教師の成長支援です。小沢智則さん、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。横浜市立緑園東小学校です。今回の取り組みは、指導案を共同で書くと教師が成長するという内容です。この取り組みの目標は足し算方式で考えるところです。方針は今学校にあるものを生かすことです。計画はいつでも取り組めてその良さが分かることです。緑園東小学校では、子どもが共同で思考し自分たちで練り上げる学習に取り組んでいます。グループ活動を効果的に取り入れ、司会者が授業を進め、黒板係が意見を見やすくしていきます。ただこれは本当に難しく、研究推進者はその難しさを超える新しい方法を求めています。また若手の着任者は、子ども主体の授業の作り方がわからないとか、子ども主体の良さそのものがわからないといった悩みがあります。これらの課題の特徴を追っていくと、話し合い共同で指導案を作成するという手立てにたどり着きました。右下にあるシャドーイングというのは、後追いで相手の真似をしていくということです。やり方です。まず授業展開を言っていくリード役と、それから、記録役に分かれます。リード役は本次目標と最初の発問のみを考えてきます。記録役は声に出しながら展開を書いていきます。途中で質問や提案もします。では実際のやり取りです。これは社会科で江戸時代の新田開発工事について人々のプラス面とマイナス面を考えるところです。リード役が、子供にとってマイナス面ってちょっと出てこないね、マイナス面っていうと子供がなんか悪いことを考えないといけないのかなってちょっと難しい、イメージとしては苦労した点というふうに、リード役のマイナス面という大きい捉え方が相手の言葉によって焦点化されました。一方記録役はリード役が言ったことを、紙に書いていきます。黒板に子どもの意見カードを貼って、それらをくっつけたり囲んだりして、カードを動かす中から子どものまとめが出てくるっていうのは、この関連とか比較して出てきたことがつながってる？そうっていうふうな感じです。記録役の先生は自分の頭の中で考えながら後追いをして真似をしていました。この取り組みの、先生方の感想をください。言葉で説明されるだけだと、あーってなんとなく分かった気になってたんですけど、自分で書くので、ここは分かってどういうことだろうって自分が頭で書くから整理されるのか。そう、今まで一人で作ってきてた時と比べるとだいぶ私は助かりました。いっぱいやっぱり取り組むと子どもたちも成長するんだなって思いました。はい、次に1年生の学年主任の声です。すごいいいかもしれないです、ね、なんか犬やるとなんか気持ちがなんかね、なるほどね、まず精神的な負担感は下がるかな。下がるよ。それなんかいろいろ聞いた口にもっと自分の勉強にもなるしさ、他の人にもねえ一緒になんかこう考えられる。深まるかもね。なんていうの？深まるよ。みんな共有しつつ上がるかもしれない。いろんな学年がこう絡んで。
4年生の学年チームです。めちゃくちゃ役に立った。自分では気づかないところに客観的に気づけるから理解が深まったよ。で、個別級の超ベテラン教師、最初暗中模索、広がったり定まったりした。深まったって言っちゃおかしいけど、固まった、最後にアハハっていうような高笑いで終わりました。先生たちの感想がとても良かったので、これを全員で共有しました。今回この取り組みで分かったことは、まず一緒に指導案を書くというのは仕組みとしてはとても単純で、大体の学校には重点研が、校内重点研があります。なので、これは他の学校でも応用できるものかと思います。シャドーイングは単なる後追いではなくて、学べるし、気づくし、共有できるし、疑似体験できるし、効果がたくさんありました。2つ目の授業間の転換は一番難しかったところです。ただ一緒に考えた指導案が授業をしてみたら良かったと思えて、それが先生を変えていきます。このように授業作りを中心として学年作りができ、先生の成長を全員で共有することが学校作りの土台となりました。以上で横浜市立福園東小学校の発表を終わります。先生方ご清聴ありがとうございました。続きまして、同じく校内研修部門より和歌山県立田辺工業高等学校、授業改善を通じた学校組織力向上を図るアクションラーニング型校内研修です。本隆弘さん、よろしくお願いいたします。それでは、授業改善を通した学校組織力向上を図るアクションラーニング型校内研修、行動アクションから学びチーム学校をエンパワーメントすると題しまして、和歌山県立田辺工業高等学校坂本が発表させていただきます。よろしくお願いいたします。まずこのような機会をいただきましたことを改めて感謝申し上げます。ありがとうございます。それでは本題に入ります。改善したい現状といたしまして、本校では共同的な実践が少なく、情報の共有や組織力の向上が十分ではない、校内研修を実施しても研修内容が実践に結びついていない、こういった現状があります。そこで課題としまして、一つは主体的対話的で深い学びの実現を図る授業実践と授業改善、二つ目、複雑化する課題に対してチーム学校としての組織力向上、この課題に取り組むことで現状の改善を図りました。その際に実践したのが、授業改善のアクションから学校組織力向上エンパワーメントを図るアクションラーニング型の校内研修になります。目標としましては、公開授業を通した授業改善及び授業実践に必要なスキルの向上、知識伝達型の研修から実践型の研修への質的改善、チーム学校の確立と学校組織力向上、学習するチームでの授業改善、実践型の研修を通して学校組織力向上を図る、チーム田辺工業を実現するということを目指しました。活動内容がこちらになります。まず、課題と目的の共有としまして、学校全体で実施目的の共有、現状の課題の把握を行いました。次に、チームビルディングとしまして、小さな学習する組織を構成しました。教科や学年を超えたチーム、ベテランと若手教員を配置することで、ベテランの先生にはメンター的な役割をお願いしました。また、チーム別に課題を設定し、ICT やアクティブラーニング、チーム学習を通して授業実践を行っていただきました。授業実践、リフレクション、改善点共有、知識スキルの獲得、PDCA を考えながら実践を行っていただきました。そして、さらにそういった学校改善、授業改善とともに並行して、学校課題、授業スキル向上研修を継続的に実施してエンパワーメントを図りました。定期的にチームとは別に行った研修になります。 ICT、アクティブラーニング、SWOT 分析等による学校課題の整理、こういった教員としての学びを深める活動を組織的に実践することで個々の能力向上を図りました。さらにそこで得た新たなスキル、知識を授業改善に実践していただきました。新しい実践を行って、最後に全体でまとめと共有、学校全体でリフレクションを行いました。小さな学習する組織からお互いが学び合い、共同する体制を構築、外部専門家によるまとめも実施いたしまして、実践地の共有を最後に図りました。
活動の成果になりますが、実際に行動、アクションすることにより教員としての学びが深まり、能力が向上。チームで協働することにより、校内に存在する見えない壁を越えた実践につながりました。チームによる活動がアイデアの交換と共有を促進し、学校全体の活動につなげることができました。こういった研修の成果物もありますが、何よりも研修を受けた先生方がやれる、これならやってみようというふうに思っていただけたこと、これが一番の成果だと私は感じております。最も頑張ったことになりますが、行動を起こすことと行動から学び、精査すること、アクションすること、それから教員が学びを深め、協働することで情熱的になる学校全体をエンパワーメントすること、この2点を常に意識しながら取り組んでいきました。最後になりますが、行動、アクションから学び、チーム、学校をエンパワーメントする。教員のアクション、生徒アクティブ。今後も生徒、教員が生き生きと学び続ける学校を目指して取り組んでいきたいというふうに考えております。最後に改めまして、このような機会をいただきましたことを感謝申し上げますとともに、私の発表を終わらせていただきます。ありがとうございました。続きまして、同じく校内研修部門より、愛知県豊川市立高小学校、小学校教諭と高校教諭による立ち会い授業で授業力について考える校内研修です。河合健介さん、よろしくお願いいたします。はい、昨年愛知県教育委員会から愛知の教員育成という資料が出されました。そこにはこのようにあります。本校も担任を持っている若手教員は 50% を超えています。そこで今回はこの中から実践的指導力に焦点を当てた取り組みをしました。この取り組みから明らかにしたいことは次の2点です。一つは、授業を構成する要素は何かということです。そして、良い授業に必要な要素は何かということです。そのために立ち会い授業を企画しました。立ち会い授業というのは、同じ子どもたちに対して違う教員がそれぞれ授業を行い、それについて比べ検討するという取り組みです。今回は小学校教諭と高校教諭が授業を行いました。これは講師によって授業スキルが違うのかということを検証するために、このような取り組みをしました。そのために条件を2つ設定しました。1つは、教科領域を同一にするということです。今回は道徳で行いました。そしてもう1つは、飛び込み授業とするということです。自分のクラスではない学級に入って授業をすることで、より授業力が明確に現れるのではないかと考えました。次に、参観者の方には2種類の授業評価シートを活用していただきました。1つは市教育委員会が作成したもの、もう1つは高校側が作成したものです。参観者には2つのグループに分かれてもらいました。そして同じ授業に対して違うシートで評価をしてもらいました。ですから、グループ1の人は市教育のシートで、グループ2の人は高校のシートで、というふうにしました。そして授業者が変わった時には、今度は逆にすることによって、さまざまな評価を生み出すようにいたしました。競技会の持ち方を工夫しました。先ほど申し上げましたグループ1とグループ2が2人ずつ4人組になるようにしました。写真でいうと、青い、緑色と黄色のシートが2人ずつになっています。そして、このグループは、講習や経験年数が様々になるように工夫してあります。そして、競技会の役割分担を工夫しました。授業者を小学校と高校が担当しておりますので、中学校の先生に競技会のコーディネーターと指導・講評をお願いしました。そして、小・中・高が一体となって取り組めるようにしました。3つ目は、課題設定の工夫です。たくさんある評価項目の中から3つだけを残すならば何を残すかという課題を設定することで、授業において大事な点を明確にできるようにしました。活動の成果です。2つのグループのまとめをご覧ください。まとめ方は違うんですけれども、その中には狙いや発問といったような同じ言葉が見られます。このように各グループの発表では共通した言葉が多く見られ、私たちが普段大事にしていきたいことを明らかにすることができました。参観者の5段階評価のアンケートです。本研修で新たな視点を得たり、
新たな考え方に触れたりすることができましたが、という項目には 4.39 ポイント、今後の授業に活かせる点はありましたかという点に関しては 4.51 ポイントとなりました。実践的指導力を高める効果的な研修であったと言えます。本研修は立ち会い授業で2つの授業を比べることで授業を構成する要素について分析できました。そして2種類のシートを活用することで授業を多面的、多角的に分析することができました。小学校、中学校、高校が一体となって取り組むことにより様々な視点から授業を分析することができました。以上、ご清聴ありがとうございました。最後です、教員のキャリアデザイン部門より岐阜大学教職大学院、教職大学院と教育委員会の共同による学校管理職養成のシステムとコンテンツの開発です。平沢典子さん、よろしくお願いいたします。失礼します。岐阜大学教職大学院の平沢と申します。どうぞよろしくお願いいたします。さて、現在日本には学校管理職のなる前の教員を対象とした養成の公的なシステムは存在しません。日本の学校管理職、特に入り口の教頭先生、教頭先生は学校管理職としてのさまざまな勉強を組織的にされないままに、不任校でいきなり学校経営業務を担当すると、ここに非常に問題意識を感じております。これは大学院だけではないんですね。実は岐阜県教育委員会の方もここにものすごく問題意識を持っているんですね。というのは、これまでは校長先生の声かけで、そして勉強会に出て東洋試験を受けて、そしてパッと赴任をすると、これまではそれでよかったでしょう。だけどこの複雑化する時代、さらにベテランのスーパー校長先生がどんどんいなくなります。その中できちんとシステムとして学校管理職の要請を考えていこうと、ここで手を取り合ったわけです。なかなかこう一歩難しいところではありますけれども、一歩踏み出しました。さて、じゃあ具体的な目標設定です。県教委と一緒にやるということですので、教員研修事業の体系内容を見直そうと、こういうことになりました。一つは新しく、教頭先生、なる前の方々を対象とした学校管理職養成の研修をどのように事業化するか、もう一つは教職大学院をうまく活用して、さらにこう特化した、学習をする人をどう作っていくか、この2点です。全体像をお示しします。教員のキャリアデザインからいって10年、20年超えるあたりからさらにこう円熟をしていって、マネジメントの方に移っていかれる方がおられます。岐阜県の場合は633校ありますので、その中で、特に1のところ、新任教務主任、新任生徒指導、教育主管、このあたりの研修事業に入れ込もうと、これが全県下の教員、学校管理職になる前の教員を対象とした研修の事業化です。さらにはその後、教頭先生の試験を受けて名簿搭載をされた教員に対して、じゃあ給食大学院で、学校管理職の学びをしていただこう、これが2です。じゃあ1つ目、これが岐阜県の学校管理職養成講習です。岐阜県教育委員会様の方からですね、こういうやり方がいいですよってご提案がありました。新任教務主任、新任主管教員のここは全県下しっかりでやりますと、その県がやる中の1日目を教職大学院の講師プログラムを使って管理職養成講習にしましょうと、これを今年から始めました。3年計画で3つのユニットを進めていく予定でございます。これが講義内容ですね。教育放棄の講義です。生徒指導のベテランの先生方がこうおっしゃいます。今までは暴行罪とか法律的な観点から考えなかった、
で、自分たちはさらに今までの教育指導に加えて法律の知識を得てよかったと。さあ、2つ目の内容ですね。今度は教職大学院における学校管理職の養成です。当然理論的な学びをします。もう一つ今我々が学校様、教育委員会様からご指導いただいて力をいただいているのは学校管理職のコンピテンシー養成のための実習です。今まで現職の実習ってみなしだったんですね。ところが学校経営のための実習、これを始めました。教育行政実習、それから学校経営実習の1、2という中身で進んできております。これはおそらくこれまで学校教育委員会が持っていたいろんなこう知識能力を私たち教職大学院が学んで生徒学生に現職派遣教員に体系的にこう返すプログラムにしていきたいなというところでございます。さあ、その成果です。1の学校管理職養成講習受講者評価から力量向上が認められました。教職大学院における実習、これもコンピテンシーの向上が認められてきております。さて、このまとめです。日本で初めての学校管理職養成の事業化に取り組みました。おそらくこれはナショナルな教育政策のパイロットになると思います。各地域のコンテンツを応用すればこれは汎用性があるものになるのではないかと思います。このような機会を与えていただきありがとうございました。